ちょんちょりん、皆さんこんにちは。劇団ポポポポンポの座長を務めます、あさってから来た美少女安西千織チャンネルへようこそ。チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。劇団ポポポポンポというわけで始まりました、最新中国映画法第13回目。今回ご紹介する最新中国映画は、中国を代表する映画監督チャン・イーモウ監督の最新作、主演やジーシャン。時代は1940年代、中国東北地方は日本の影響下の満州国がありました。この満州の時代をテーマにした戦争スパイドラマというのは中国国内ではかなり多く制作されていまして、予告編を見た時には正直、チャン・イーモウ監督までこのジャンルに手を出してしまうのか、あちゃーと思いましてですね、正直あまり期待はしていませんでした。ところが前評判がかなり良くて、実際に映画館で見たわけですが、さすがチャン・イーモウ監督、素晴らしく緊張感のあるレベルの高いスパイアクション映画となっておりました。ソ連で訓練を受けた共産党諜報員4人が満州国のハルピンを目指し、ある作戦を実行するという物語。この主人公を演じたのがそれぞれジャン・イーさん、リュ・ハオツンさん、チン・ハイ・ルーさん、ルー・ヤンウェンさんの4人でした。そのうちのお二人、ジャン・イーさんとリュ・ハオツンさんは、以前このチャンネルでもご紹介したチャン・イーモウ監督の文革時代の物語映画で、イーミャオ・ジョン・ワンセカンダというのがあったんですが、それでも主演を演じておりましたので、チャン・イーモウ作品で連続しての出演ということになります。またジャン・イーさんはこの最新中国映画法13回目なんですが、そのうちの4作品に出演されているということで、映画のあらすじをご紹介する前に、今日はジャン・イーさんのプロフィールについて見ていきたいと思います。ジャン・イーさんは1978年生まれの43歳、中国東北地方ハルピンの出身です。幼い時からアナウンサーになることが夢で、中国で多くのアナウンサーを育成輩出している北京ラジオ学院、現在の中国メディア大学への進学を目指しますが、残念ながら入学は叶わず、その後家族の勧めでハルピンの舞台劇を学ぶ学校でお芝居を半年学びます。その後、北京戦友和劇団という人民解放軍の中にある劇団で学生クラスを募集していまして、20歳のジャン・イーさんはそこへ入団します。ただここでの学生時代、役者としてはいい役に恵まれず、舞台の裏方の仕事などに追われることとなります。また字の上手だったジャン・イーさんは会議の書記などの仕事も任され、さらにはパーティーや集まりなどのスローガンを書いたりで、役者としては注目されませんでした。そんなジャン・イーさん、自ら台本を執筆し、それがあって幹部候補生に選抜されます。その後出演した舞台兵士突撃がドラマ化されるにあたり、ドラマ版へも出演。これを機に徐々にドラマ出演が増えていくことになります。元軍人ということもあってか、戦争ものやアクションものなどで男らしい役を演じることが多いようです。ここ数年ではドラマや映画に引っ張りだこのジャン・イーさん、今回ご紹介するジャン・イーモウ作品、主演やジーシャン、インパスでも超安定の演技を見せてくれています。個人的にはですね、ジャン・イーさん、日本の大泉洋さんになんか雰囲気が似てるなと前からずっと思っているんですが、それはともあれ、ここで簡単にあらすじをご紹介します。パラシュートが雪山に落下するカットから映画は始まります。雪山に到着したのは、この映画の主人公である男女4人の共産党諜報員でした。張建新と王育は夫婦、小蘭と祖良は恋人同士なんですが、上層部からの指令で夫婦と恋人同士は別々に分かれ、男女2人1組になってそれぞれハルピンを目指すこととなります。その頃、満州の特務警察に数名の共産党員のスパイが銃殺刑に処され、そのうちの1人が4人が満州に侵入しハルピンを目指している秘密作戦の暗号や進路などをばらしてしまいます。ただこの段階で、この秘密作戦ウタラ作戦については極秘のため、その内容は張建新にしか知らされていないという設定になっています。その後、満州特務警察はそれぞれ2組の道先案内係を装い近寄ってきます。張建新と小蘭の組は張の機転により、すぐにそれが特務警察だと気づきまして、なんとか撃退しハルピン行きの列車に乗り込みます。ところが大行くと祖良の方は、迎えに来た案内係が特務警察だとは気づかないまま、張建新たちと同じハルピン行きの列車に乗り込むこととなります。ここで序盤における手に汗握るシーンが展開されていきます。この時点で主人公の4人と特務の成りすまし諜報員2人はそれぞれ別々の座席に座っています。特務の目的はもう2人の身元を確認し、4人もろとも逮捕することです。ここで張建新が動きます。トイレに入り、裏切り者が出て、右先案内係は偽物だと暗号を書き残したのです。その行動に気づいた張の妻である王育がトイレでそれを発見。
かしその時別の特務警察が現れて、燃焼スパイのショーランが怪しいと取り調べを行うために車掌室へと連行していきます。長の妻オーイクは危険を察知して途中下車することにします。そこで青年スパイソリョーが仲間のショーランが特務に取り調べを受けていることを口走ってしまいます。この段階で非常に緊張感があるのは、ソリョーは岬案内人が特務であることを知らず、かつ自分の恋人であるショーランを心配するあまりそれを漏らしてしまうことです。特務の2人も仲間になりすましていますので、素性がバレてはまずいですから言動には注意を払っています。そしてそのことをオーイクは夫チョーのメッセージにより知っている。しかしそのことを相手に気づかれるとまずいので、知らないふりをしながらも行動をしなければいけないという、そういう高度な馬鹿試合が行われているわけですから、ハラハラドキドキ目が離せません。その後アクションシーンなども挟みまして、2組はそれぞれハルピンに到着します。ここで上層部からの指令を待つことになるわけですが、オーイクとソリョーは成りすましの水先案内係が手配した洋館で一緒に生活しながら過ごさねばなりませんから、少しの油断もできません。さらにここでは女性特務警察も合流し、夜は男性が洋館で女性は別館で就寝するということになりますので、オーイクがソリョーに彼らが特務であることを告げる隙もないわけです。また暗号解読のために必要なコードブックが特務警察にバレてしまい、コードブックを入手しようと動いていた張謙信は特務の必要な追跡に遭い逮捕され拷問にかけられてしまいます。ここからが後半なんですが、なんとここで特務警察の中に共産党諜報員、つまり主人公たちの仲間が一人紛れ込んでいるということが物語の中で明かされます。こうなってくるとさらにハラハラドキドキ場面が増加していきまして、本当に最後の最後まで手に汗握る緊張状態、まさに映画タイトル通り崖の上状態が続きます。さて主人公たちは命の危険をかいくぐり、うたら秘密作戦を無事遂行することができるでしょうか、というのが大体のあらすじです。最新中国映画も、この動画の冒頭で中国ではこうした戦争時代を背景にしたスパイアクションのドラマが結構多く作られていると言いましたが、今回のこの映画チュエンやジシャン、インパスの脚本を担当したチュエンヨンシエンさんはですね、2012年の戦争スパイドラマチュエンや崖を手掛けているんですね。ですからチャン・イモ監督がテレビドラマみたいな題材の映画を手掛けたなという第一印象は決して間違いではなかったと言えます。ところがこの今回の映画、一番良かったと思ったのは、満州時代の出来事を題材にしつつも日本や日本人という要素を映像の中に登場させなかったことです。戦争スパイドラマなんかには日本の将校や兵隊、日本軍などがバンバン登場するわけです。日本人俳優さんがそれらを演じてしっかりとした日本語で演じることもありますけども、日本語を話せない中国人俳優が日本人を演じたり、日本兵のエキストラなんかはもちろん 100% 中国人ですから、日本人が見るとものすごい荒が目立つわけです。以前中国の戦争映画バーバイ800の紹介動画でも話したんですが、どんなにお金をかけても衣装や小道具なども整えてもですね、日本人はそんな風にしないよとか、当時の日本軍ってそんなことしなかったんじゃないかなどという、どうしても違和感っていうのは感じてしまうことがあるんですね。ドラマ主演や崖のいくつかの場面を見ましたけども、日本人や日本人とのやり取りにおけるそうした違和感、あらというのはかなり多くあるんではないかなと感じました。もちろんこうしたドラマは中国国内の日本語のわからない視聴者向けに制作されていますので、ある程度は仕方ないなとは思うんですが、ところが今回主演やGシャンではそうしたあらが目立ってしまうことになり得る日本や日本人という要素を全く出さなかったんですね。そうすることで主人公の共産党諜報員と満州特攻警察だけに焦点を当てて、丁寧にしっかりと描くことができたんではないかなと思います。そしてもう一つ、これはもしかしたら気のせいかもしれないんですが、御年71歳のチャン・イーモ監督、現代の若い視聴者、特にオンラインゲームが大好きな若者たちのことも多少意識されていたのかなと思った点が映画の冒頭で見ることができました。皆さん、フォートナイトというゲームをご存知でしょうか？ YouTube ではヒカキンさんがゲーム実況しているあのオンラインバトルロワイヤルゲームです。ゲーム冒頭、プレイヤーは落下山でバトルが繰り広げられる場所へ降り立ちます。同じようなゲームで中国の会社が開発した荒野行動というのも中国では人気がありまして、どちらもゲームのスタート時点でプレイヤーが落下山によって戦いの場所に降り立ちます。そして今回の主演やジシャン、映画冒頭シーンは4人の主人公たちが落下山によって雪山に降り立つシーンから始まるんです。それもゲームと同じようにプレイヤー目線のカットから始まります。これを見た瞬間ですね、あれ、フォートナイトとか荒野行動と一緒だなと思ったんですね。
その後武器を点検したり装備したりするのも非常にゲームの展開に近いなと思ったわけです。この映画1940年代を時代背景にしてますので、現在の若者にとっては全く関係のない時代背景と言えますが、映画の冒頭で多くの若者から人気を得ているフォートナイトや荒野行動などのスタート画面と同じようなところから映画が始まっていく、そういうのはそうした若者も意識しているのではないかなというふうに思いました。ともあれチャン・イーモン監督にとっては初めてのスパイアクションということだったんですが、さすが中国を代表する映画監督、スパイ映画に欠かせない全ての要素を完璧なまでに盛り込んだ緊張感漂う素晴らしい映画になっていました。チャン・イーモン監督はこの作品の前に撮影が終わっているジェンル・ファンシーという警察サスペンス映画がまだ上映されていません。この映画は今までチャン・イーモン監督が手掛けてきた作品とはまた一味違うブラックな雰囲気が漂っている作品ということで、こちらも公開が楽しみです。というわけで最新中国映画報第13回目は主演やジシャン、インパスをご紹介してきました。最後までご視聴ありがとうございました。今後も最新の中国映画をご紹介していきたいと思ってますので、よければチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではそろそろ明後日に戻る時間となりましたので、今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。さようなら、チョリーン。